多くの皆様方にご臨席を賜りまして、開催をさせますこと、松本山田フットボールクラブを代表いたしまして、心より御礼を申し上げます。8月の2日、練習中に突然倒れ、神代病院に入院しました。全国から多くの皆様から温かい励ましのお言葉をいただいたり、お手紙をいただいたりし、先生方の必死の治療も絶えなく、ついに8月4日帰らぬ人となってしまいました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。先ほどの映像の中にもありました通り、昨年の12月29日に松田直樹選手が松本の地に初めて訪れ、ある意味のこのピッチに初めて立った時に満面の笑顔で、スタジアム最高です、雰囲気最高ですと言った言葉が昨日のように思い出されます。そんな松田直樹が本当に愛したこのアルミン、今後ともこのアルミンで皆様方に素晴らしい試合をお見せすることをチーム肝に銘じてまいりたいと思っております。先日横浜 M マリノスさんでは、松田直樹の16年間の長きにわたってつけていた背番号3番を永久欠番にするというニュースが流れました。私ども松本山田フットボールクラブも検討いたしましたが、結論はあえて我々は永久欠番にしないという決断をさせていただきました。と申しますのも、必ずやいつか松田直樹選手の3番をつけてみたい、そんな選手が現れることを願い、そして我々の育成選手から松田直樹も目指したいという選手が出てくるような立派なクラブを創造することを皆様方にお約束したいと思います。昨日このお別れ会のことを分かっていたのか、深志神社さんからご連絡があり、1月の30日に必勝祈願祭に行われた際の松田直樹選手の絵馬をクラブにお返ししたいという連絡がありまして、本日ここにお預かりしております。皆様方にこの絵馬の松田直樹選手が書いたことをお伝えしたいと思います。願い事、会社、チーム、ファン、サポーター、みんなで J223 年1月30日、松本山田、松田直樹と書かれております。松田直樹が願った J2、我々が目指す J2、明日より心新たに、ワンソール、思いを一つに皆さんと共に J2 昇格に向けて戦ってまいりたいと思います。最後となりましたが、8月の9日のご葬儀の際に弔辞の中で読まさせていただいた言葉を添えて、本日お越しの皆様方と松田直樹に感謝の意を込めてご挨拶と返させていただきたいと思います。松田直樹、松本の松田直樹、俺たちとこの町とどこまでも、松に会えて本当に良かった、松が松本に来てくれて本当に嬉しかった、
本当に本当にありがとう。